さあ、ちょっと担当執事変えさせていただきました。ちょっとね、前回までの悪猫がですね、ちょっともうなんていうの、心臓に悪いというかね、もう元気なくしちゃったっていうかもう私の気持ち追いつかないから、ちょっと癒しでもあるね、ちょっとフェネスさんをこう担当執事に変えてみました。もういらんことすんなよお前ら、もう二度と。さあ、続きからですね、執事の暴走。いや、もう今更っていうか、今更本当にもう、なんかね、ベリアンさんが今はちょっとやばいんじゃないかっていう状況まで来てんだよな。第29話、執事の暴走。ええ、間一髪のところで避けられました。あ、本当によかった。バスティン君が私たちに攻撃を。いや、もう最悪ですよね、本当あいつ。敵も味方も分からなくなっているみたいですね。いや、多分その飲み込まれてんだろうな、力に。これどうしようもないですか、なんかやりようないですかね。なんですか、ザッザッ。バスティン君がこっちに近づいてきます。あいつも証拠りもなく、どうしよう。バスティン君、やめてください、私たちは仲間ですよ。いや、今それあんま仲間っていうワードも多分響かないっていうか、逆にダメなんじゃないかな。俺のせいで、ジェシカは、ナック君、危ない。嘘、ナックさん、というわけで、あ、ナックさん、ナック大丈夫そう。怪我はありませんか。え、大丈夫そう。はい。いや、もうしんどそうになって。ギリギリでかわしたので大丈夫です。本当に、もうちょっとどうにかして。話が通じないようですね。いや、本当今までも通じてなかったけど、今日最高に通じないな。すでに悪魔の力に自我を支配されているんでしょう。なるほど、ね、これは厄介ですよ。バスティン君はかなり強い。残念ながら私とベリアンさんの力を合わせても勝ち目はありません。そうですね、こうなれば仕方ありません。ナック君、私が彼を引きつけている間に逃げてください。え、ここで私たち二人が死ぬわけにはいきません。君はハオレス君たちにこのことを知らせてください。ハオレス君とボスキ君なら暴走したバスティン君を止められるかもしれません。待ってください。ですが、そしたらベリアンさんは。いいから早く行ってください。マジ、これ、大丈夫。ちょっとベリアンさんも、なんかいいんじゃない、二人で逃げて。バスティン君の攻撃が。いいんじゃない、二人で逃げても私いいかなって思う。ダメなの。早い、これはよくない。嘘だ。あー、やっちゃった。何をやっているんだバスティン。よかった、早く来いよってずっと思って。よかった、間に合ったね。来いよ、もっと早く。こいつはよ。第30話、飲み込まれる。ハオレス君。いや、もうマジで。いや、でもよかった、かけなんとか間に合った。危ないところだね。いや、それどころじゃないっていうか、いや、危ないとこだったね、本当に。アルジス様、それに皆さん、ルカスさんから手紙をもらって急いで駆けつけたんだ。これは一体何が起きてんだ。どうしてバスティンさんがあんなまがまがしい感じになっているんですか。なんかね、いろいろあったっていうか、まあできれば前回のねパート見てほしいかな、実況。ロノ君が傭兵団に捕まってやられてしまい、そしたら急にバスティン君の悪魔の力が暴走して。ロノがやられた。応急処置をしました。まだかろうじて息はあります。どうしてロノがやられてバスティンの悪魔の力が暴走するんだ。詳しいことはまだ分かりませんが。バスティン、正気に戻るって。俺たちは敵じゃないっすよ。アモン君、近づいてはいけません。彼は悪魔の力の暴走により意識が魔導服に飲み込まれています。彼にはもう私たちなんて見えていません。魔導服に飲み込まれるって。悪魔か、
ことはな。悪魔か？悪魔化というのは悪魔の力が暴走して魔導服に飲み込まれる状態のことだ。このまま力を使い続ければバスティンの体は持たない。それってバスティンさんの命が危ないってことですよね。バスティンを助ける方法はない。どうすればあるのかな、助ける方法っていうのは。いやもう最悪ちょっと落ち着かせれることが損ないんですか。うっそ、ハウレス。でも今正直ボスケとはもうそんなに戦えないもんね。大丈夫だ、もうハウレスさんに任せるしかないっていうか。あのハウレスが押されるなんて。今のバスティンの強さはいつもの比じゃない。これが悪魔化の力か。ハウレス君、私たちがバスティン君を救わなければ。はい、もうやるしかないです。主様、解放の呪文をお願いします。そうだね、そうしなきゃ。バスティンと全力で戦うつもり。いやまあ解放法、いやこれしかないんだろうな。もうしょうがないと思うけど。バスティンがこれ以上力を使い続ければ、あいつの体が耐えられません。バスティンを救うには戦闘不能にさせるしか方法はないんです。でも仲間同士で戦うなんて。お願いします、主様。バスティン君を救うためなのです。いやもう、まあ、救いたい気持ちはもちろんね、マウンテンマウンテンですよ。けど、まあまあまあ、しょうがない。先にやってきたあいつですもんね。よく分かりました。もうやってやりましょう。先に手出してきたあいつなんで。もうここ、もうここ、これでもかってぐらいボコボコにしてやりましょうよ、あいつのこと。我は汝を紹介する。ここに悪魔との契約によりハウレスの力を解放せよ。ありがとうございます、主様。頑張るよ、ボコボコにしてやれ。主様、俺の力も解放してくれ。無理無理、お前もうダメよ。ボスキさん、ダメっすよ。あんたもう体力の限界じゃないっすか。俺の限界をお前が勝手に決めてんじゃねえよ。ひゅー、俺は戦える。嘘、本当に。ボスキさん、本当にいいの？主様、頼む。いいの？本当にボスキさんまでおかしくならない？それなんか悪魔の力飲み込まれたりしない？しないって約束するんならやるけど、しないね、絶対しない。しないでね、ボコボコにするだけだからね、あいつを。やめてね、もう二人になったらもう最悪だから、ね、感謝する、主様。ボスキ、バスティン止めるぞ。めんどくせえな、やるしかないな。あ、マジ？あ、そういう感じになっちゃうんだ。第31話万事休す。いやもうずっとなのよ、ずっと万事休すよ私。もう心が保っていられないわ。でもその力を解放したハウレスさんとボスキさんでしょ、めっちゃ強いんでしょこの二人。それでも手こずんのかな。あ、やったか。ボコりました。なんとかな。本当に黒いオーラが消えました。あ、マジ。バスティンさん大丈夫でしょうか。すべて急所は外してある、今は気絶しているだけだ。たく、手こずらせやがって。いやマジでそれ、バスティン助かったの、とりあえず一件なくて。いやとりあえず助かったでいいんですか、最終確認ね。ベリアンさん、これ大丈夫そう？ OK、 これで OK。 いいえ、まだです。最悪。そうなんですか。バスティン君苦しそうですよ。どういうこと、これどういう状況。バセ、おしっかりしろ。バセ、目を覚ませっす。あと、起きて。バセ、あと何すればいいんですか。ベリアンさん教えて、ベリアンさん。おい、キツネ野郎、何やってんだ、しっ
かりしやがれ。ロノ君、怪我の方は大丈夫ですか？まだ動いてはいけませんよ。俺は大丈夫です。それより今はバスティンを。まずい、バスティンの体からまた黒いオーラが。そんな何回も出てくるもんなの？嘘。バスティンさんはこのままどうなっちゃうんですか？悪魔化が進みすぎています。おそらく悪魔の力を使いすぎたせいです。このままだと彼は残念ですが。嘘。なんかボコったらいけるみたいな感じだったじゃないですか。嘘つき、嘘つき。ここで死ぬってこと？嘘。死ぬでいいんですか、それは。どういうことなんですか？おい、バスティン、魔導服なんかに飲み込まれんじゃねえぞ。バスティン、しっかりしろ。目を覚ますんだ。悪魔化を止める方法はもう諦めるしかないの？これ止める方法あるなら教えて、ベリアンさん。ちょっと教えて。残念ですが。嘘だ。こうなってしまったらもう手の施しようがありません。なんで？なんで？今まで何人もの執事がこの状態になり、魔導服に飲み込まれました。ここで終わるの？ちょっと待って、それはちょっと追いつかないでいいかな。こいつに限ってそんなこと。おい、目を覚ませ。いつもみたいに居眠りしてるだけだろ、バスティン。ロノ君、落ち着いてください。ロノ君自身もボロボロなんですから。フェネス、何かバスティンを救う方法は？お前なら何か知ってるんじゃないのか？ごめん、俺の知識ではどうにも。万事休すかよ。って、胸くそ悪いぜ。いや、ずっと聞いてんな。バスティン助ける方。いや、もう、そうだよね。なんかないっすか？ちょっと教えて、ベリアンさん。主様。何？バスティンに手を添えて。なんか、ムーってこんな顔だっけ？なんかいつもより違うくない？どうしたの？どうしたの？なんかいつもより違うんですけど。いつもと話が違う。どうしたの？どうしたの？もういいから。怖い。早く手を添えて。はい。彼に語りかけて。怖い。闇落ちしてる。何言ってんの？ムーまで闇落ちすんのやめて、やめて。いいから早く。ごめんなさい。バスティンを救えるのはあなたしかいない。はい、わかりました。すいません、ムサ。もうマジで心追いつかない、頭も追いつかない。ムーに促されるまま、私はバスティの体に手を添えた。主様、どうなさったんですか？違う、なんかムーが、なぜバスティに手を。違う、ムーさんが言ってるんです。こうしなさいって。だってね、ムーさんの言うことは絶対だって私言ってきてたみたいで、固まったんですけど。ムーさん固まったよ。ムーさん。ちょ待って、マジでもう第32話羊の絶望。ちょっと休憩していいっすか？なんかもう心しんどいっていうか、頭追いつかんっていうか、もうマジでもう なんだろうこの感情。私こんな気持ちで悪魔羊と黒い猫やらなきゃいけないの？もっと軽いもんじゃないの？なんか癒しをくれるゲームだって私聞いてたぜ。ここどこ？あなたはいつかの黒猫。あの指輪くわえてた子。ここはバスティンの心の中。でも声はムーだよ。バスティンの心の中、どういうこと？心の中。早くバスティンを救わなきゃ。このままじゃ彼は魔導服に飲み込まれてしまうわ。魔導服に飲み込まれるとバスティンは完全に悪魔化して死んでしまう。そしてそんな彼を助ける方法は一つだけ。彼が絶望を乗り越えるしかない。絶望を乗り越える。まあそうだけど、でもそう簡単にできるもんじゃないっていうかね。
でもまあそうだよな、乗り越えなきゃいけないんだよな。あなた、人間が悪魔と契約できる条件って何か知ってる？知らない。条件なんてあるんだね。うん、まああるとは思うけど知らない。教えて。悪魔との契約の条件、それは絶望を経験したことがあるかどうか。あ、そうなんだ。じゃあ悪魔羊っていうのは全員それを経験してるってこと？生きるのをやめたくなるほどの絶望を。絶望の経験、うん、絶望を経験すると人の心は闇を抱える。闇を抱えて生きるためにその人の心は強くなる。普通の人が悪魔と契約すると心が耐えきれずすぐに魔導服に飲み込まれて死んでしまう。だけどその闇があれば悪魔との契約にも耐えられる。耐えられる、うん、でもその強さはもろく壊れやすい強さでもあるの。今のバスティンみたいにね。そんなの辛すぎる。悪魔と契約するにはそんな条件が、いや辛すぎるな。なんかもうただでさえ絶望を経験してさらにはなんか追い打ちかけてんなって私は思ってしまうけどな。悪魔執事はあなたの想像以上に過酷な状況で生きている。自分たちの方が絶望を抱えて辛いはずなのに、そんな中で天使から人間を守って、守った人間たちからは悪魔執事と不気味がられて、さらに自分がいつ悪魔化するかわからない恐怖の中で戦い続けてる。あんな過酷な中で羊たちは、そんなの地獄で、いや本当大地獄すぎるんだけど。あ、マジ？そんな彼らを救うためにあなたがいるんでしょう。絶望を抱えた羊たちの唯一の味方はこの世界にあなたしかいないんだから。さあ、あなたの力で彼の心の闇を、絶望を払ってあげて。心の闇を払う、一体どうやって？あ、どう？教えて、ムーさん教えて。勝手にムーさんって呼んでるけど多分ムーでしょ、この子。その瞬間、頭の中にバスティンの記憶が流れ込んできた。あ、モックスもそれ見ちゃう。それはバスティンの記憶、うん、バスティンのこと全部理解したかしら。まあ、何があったかは理解できるけど、その全部は理解しきれないというかね。いや、経験しないとわからないことってのはたくさんあるからさ。要点は掴んだかな。こんな過去があったなんて。大事な死因は自らの手で。なんか前回の話があってから自分の友達殺せるかって思ったけど、私は絶対無理だもんな。 100% 無理だと思う。辛いなこれ。どうやら全てを理解したようね。でもいいんすかね、ムーさん、こういうの。人のさ、こういう過去とかあんま見ちゃいけないなってそう思って生きてきたからさ。いいんすか、こんな流れ込む形で教えられちゃって。いいんすか。第33話、強い刺激。刺激。俺のせいでジェシカが犠牲になってしまった。俺がもっと強ければあいつは俺をかばわずに済んだんだ。そして最後も俺の手で。この声バスティ、うん、記憶だろうな。俺はもう仲間を失いたくない。あんな苦しい絶望を味わうくらいなら仲間なんていない方がいい。だから仲間との協力を避けてたんだ。これが絆を嫌う理由だったんだ。そうだね、協力を避けてた。
特に私の中でそのジェシカとロノっていうのは近しいものを感じてしまったからね、バスティにとってもこう思い出す要因ではあっただろうな。俺と関わればみんな傷ついてしまう。それなら俺は一人でいい。俺は怖いんだ。また自分の弱さで大事な仲間を失ってしまうんじゃないかって。もう誰も犠牲にしたくない。俺が弱いせいで仲間が犠牲になるのはもう見たくないんだ。もうこれ以上自分を責めないで。バスティンは十分苦しいんだでしょう。うん。いや、でも責めてしまうと思うな、私これは。一生これは責め続けてしまうと思うけど。十分苦しいんだ。うん、なんか私もかけることが失ってるっていうか。いや、モクソに全部もう託したいけどな、勝手に選んでほしいというか。まあ、十分苦しんだんじゃないか。次の瞬間、暗い影がバスティンの体を追い始めた。俺はもうここで終わりでいい。声が届いてない。一体どうすれば。どうしようかな。いや、なんかね、前回から引き続きね、私特にこのバスティンっていうキャラクターすごい好きだったからこそね、なんか見ていけば見ていくほどこう涙が出そうになってしまうというかね、辛いんだよな。帯同すれば、いや声が届いてない。教えてベリアンさん。彼は今心を閉ざしている。だから強い刺激が必要。強い刺激 AED ってこと。彼が反応しやすそうな強い刺激、何か心当たりある？え、パッと思いつくのはロノなんだけど。ほら、ロノならなんとかなるかも。ロノになら反応するかも。いや、ロノ召喚しようぜ。やっぱこうなんかバスティンを救ってくれる存在っていうのは私ロノだと思ってるからさ。ロノこっち来て、力貸して。いや、ロノヘイカモンヘイ。うわ、びっくりした。バスティンに手を当てて、なる早で。何のために？いいから早く、いいからもうすぐに。あ、わかりました。これは一体どういう状況なんだ？詳しいことは後で話す。今は時間がない。あ、多分その心の中というか闇の中入ってきてるもんな。あの影に覆われているのがバスティン。呼びかけてあげて、大声で叫んで。呼びかけ。あ、もう大声で全然オーラついていいから大声で叫んで、何でもいいから。何でもいい。はい。おい、バスティン、目を覚ませ。こんなところで死んだら許さねえぞ。いや、どうにかね、響いてほしいな。第34話、絶望への抵抗。多分モクスンではどうしようもできないことでも、このロノだったら私いけると思ってる。ロノでもダメか。嘘。そんなことある？え、じゃあもう全員連れてこようかな。羊全員召喚しようかな。え、ロノでもダメなの？なんで？嘘、そんなことある？ダスティンの野郎、メソメソしやがって。おい、やっぱりお前より俺の方が強いみたいだな、バスティンの弱虫野郎。うん、何だと？声届いた。挑発には乗るの変わってないのね、こんな状況でも。バスティン反応して、反応したね、よかったね。もっとね、ちょっと挑発させて。バスティン、悪魔かなんかすんじゃねえぞ。これは主様とロノの声。どうして俺の心の中に。バスティン、あなたは弱くない。いや、そうだね、強い子なんだけどな、どうしてもこうな。うん、でもそういう部分、弱い部分はあっていいと思うけど、まあ、弱くないぜお前は。違う、俺は強くなんてない。俺が弱いせいで大
しな友を犠牲に命を救われた。そして今回もまた同じようにロノを傷つけてしまった。あ？俺を傷つけた？それで勝手に落ち込んでんのか？余計なお世話だっつーの。別にお前が弱いから俺が怪我したわけじゃねえだろ。俺は自分の意志で動いただけだ。それにお前なんかのせいでどうこうなるほど俺は弱くねえよ。ロノ、しかし俺をかばってお前が怪我をしたのは事実。俺はもう自分のせいで仲間が傷つくのを見たくない。だから一人でいいんだ。俺は一人で生きていくんだ。うるせえな。いいから早く出てこい。さっきからメソメソしやがって。一人で生きていくだと何勘違いしてんだ。そもそもお前は今までも一人で生きてねえだろ。俺の作った飯を食って他の羊と一緒にデビルズパレスで生活してるじゃねえか。俺はそもそも一人じゃない。ああ、人間は誰も一人じゃ生きていけない。お前みたいなやつなんてなおさらだろ。ロノ。ああ、俺はもう言うことは言ったからな。これでも死ぬんならもう勝手に死ね。もう俺は知らん。いや、私今回ちょっとロノめっちゃ好きになっちゃったな。かっこいいな、お前。もう知らんよな。ここまで言ってもそう言うなら知らねえ。もう知らん。少し落ち着いて。そこまで言わなくても。いや、でも私これロノにもう大賛成っていうかね。もううん、いじけんだよな、ずっとな。まあ、落ち着いて。まあ、分かったでしょ、そろそろ。いや、ロノめっちゃかっこいいな、本当。バスティン。あ、ジェシカも心に住んでるの。いい仲間ができたんだな、ジェシカ。こんな風に言ってくれる仲間を裏切っていいのか。ここで諦めていいのか、ジェシカ。そうだよな。俺は誇り高き戦士。最後は自分より強い戦士にやられるのが本望。ここで諦めたらそっちでお前に合わせる顔がない。それでこそお前だ、相棒。約束するよ、ジェシカ。時間はかかるかもしれないけど、俺は強くなる。もう二度と誰も失わないくらい強くなってみせる。いや、これでね、乗り越えてくれたんじゃないかな。35話、マルチ様の力。あ、でもちゃんと、あ、元に戻ってんやん。バスティンが目を覚ましたっす。おい、大丈夫か、バスティン。ここは、お前は悪魔化して魔導服に飲み込まれそうになっていたんだ。俺が悪魔化。そうか、じゃああれは。バスティン、体は大丈夫か？どこか痛むところは？特には。よかった。とりあえず一件落着でしょうか。ち、心配かけやがって。まさか悪魔化した状態から助かるなんて、こんなこと今まで一度もなかったのに。一体何が起きたんですか？確か主様がバスティンに手を添えて何かを語りかけていましたよね。ちょっとムーさんの言う通りにしてたけっていうかね。ムーさんがすごかったっていうかね。ムーさん。え、僕そんなこと言ってませんよ。うっそ、ムーさん。うそ。え、ムーさん、え、ムーさん、でもあの時ね、目死んでたっていうか、なんかね、知的な感じになったんだよね、ムーさん。
え、嘘、え、え、あれ、ムーさん、あれムー、本当に記憶にありません。え、喋んなくなっちゃったし、え、なんで、え、そんなことないよね。でもあの時確かにムーさんだったんですよ。覚えてない？主様、どのようにして赤魔化を阻止したのか教えていただけますか？バスティの心に語りが、あ、バスティの心の中入っ、あ、入っちゃった入っちゃったバスティン君の心にですか？あんま良くないかなと思ったけど、行くしかなかったっていうかね。正直よくわかんない、あんまり覚えてないんだけど、うん、でもロロも一緒に来たしね。主様の言ってることは嘘じゃない。俺は確かにさっき主様と会話をしていた。突然心の中にロノと主様の声が聞こえてきて、喋んなくなっちゃった。その言葉に救われたんだね。俺は別に大したこと言ってねえけど。いや、十分かっこよかったけどな、ロノは。主様、心から礼を言う。いい、本当にありがとう。いやね、9割ロノのおかげっていうかバスティン助けたかってよかった。いや、たぶんバスティン、おバスティン、お前悔い改めろよ俺には何の礼もなしかい。いや、そうだよな、9割ロノのおかげだったから、まあ、主何もしてないっていうかお前にも感謝しているロノ。ヒュー、別に主様に言われたからやっただけだよ。ふぅ、そんなよな仲良くなっちゃって相変わらずお互い素直じゃないね。なるほど、つまり心の中で声が聞こえてきたということなんですね。なんかちょいちょいボイスなくなってんのやだな。ちょっと一回再起動してきていいですか？ああ、多分そうだと思う。そんなことができるなんて、これは何なの？それこそモクスの力になってんのかな。主様すごいです。でもおそらくだけど、一番最初にモクスのこの世界に連れてきたっていうか、あの指輪で連れてきてくれたじゃん。あの黒猫がムーと同じ、あ、ムーさんとね、ムーさんと同じなのかなと思うから、そのモクスに特別なんか力があるのか、その指輪に力があるのか、そうかな。そうかな、テレテレ。もっと深くお話をお聞きしたいところではありますが、とにかく主様のおかげでバスティン君は助かりました。あ、でもよかったね、本当に。主様、なんとお礼を申し上げたらよいか。いや、いえいえ、ロロがすごかったっていうかね。とにかく助かってよかった。少しでも力になれてよかった。そうだね、少しでもね、よかったね。一体さっきから何が起きているんだお前まだ言ったのか。お前言ったらまた闇落ちしちゃうだろ。っていうか、このおっさん誰っすか？こいつ黒蛇の悪いやつ。私たちを襲おうとした傭兵団の団長で、バスティン君の因縁のお相手みたいです。お前、仲間を傷つけた罪は重いぞ団長ボコボコタイムですか？見て、第36話、羊の休息。でも怒るんですよね。な、命だけは助けてくれよ。もし助けてくれるなら、礼はいくらでもする。俺は貴族たちに顔が広いんだ。お前たちの望むものなら何でも用意してやる。そうだ、サルディス家の弱みを探ってやろうか。いや、マジでこいつ懲りてねえな。そんな誘いに俺たちがなびくと思っているのか。ちくしょう。なあバスティン、助けてくれよ。あの時のことも謝る。だから、せめて命だけは。ふざけるな、俺はあんたを許さない。だが別にここであんたに何かするつもりもない。は？そもそもお前の仲間も誰一人として死んではいない。急所は外してある。全員気を失っているだけだ。一体どうして？戦士でもないお前たちに手を下す価値すらない。お前たちは全員グロバナー家の警備隊に引き渡す。団長、
お前は一生牢屋で暮らせ、そして罪を悔い改めるんだな。くそ。いやでも偉いな、いい判断だったと思うよ。まあ、一発殴っても一応するけどな。傭兵団の奴らは全員縄で縛っておきました。ありがとうございます。あとは警備隊の方々が来るのを待つだけですね。辺りを探したが、逃げ出したサルディス家の隊長とユーハンの姿はもうなかったぜ。あ、マジ東雲な、急にいなくなったんだけど。そうですか。まさかサルディス家が俺たちを殺すためにこんな罠を仕掛けてくるなんて。今回の件に関しては今後の対策をしっかり話し合わないといけませんね。俺たちに対する宣戦布告と捉えてもいいでしょう。ただこの状況でサルディス家と戦争を起こすのはあまりいい選択ではありません。私たち悪魔執事の使命はこの世界から天使を絶滅させることですから。俺もそう思います。人間同士が争っても何の意味もない。じゃあこのままやられっぱなしで見過ごすってのか。そうは言ってないよ。ただもっと慎重にならなきゃ。ボツキさん落ち着いてくださいっす。わかってるよ。なんだか大変なことになってきましたね。え、人間同士で争うなんて、なるべく穏便に済ましたいね。いやマジでそれ、なるべくね、なるべくなるべく何事もないないのが一番だから。うるせえやついんな。今だけは黙っててほしかった。え、この音は。いつしかいないだろ。おい、誰だ、この状況で腹なんて鳴らしてやがんのは。悪い。え、腹が減って。え、ロロなの、私的にバスティンかと思っちゃった。お前も結局じゃん。お前もか、バスティン。二人とも、その様子じゃもう大丈夫そうっすね。いやもうマジであの二人大好きだ私。若いっていいね。いやマジな、あんなに動いたのにもう食欲あるってすごいな。普通今お腹空かないよね。なるほど。お腹なるほどね、多分空かないと思う。なんな状況、緊迫してたし、バカなのかな。お前もそんなに年は取ってないだろう。なんか俺も腹減ってきたっす。帰ってロノの美味しいご飯を食べたいっすね。いやマジでそれ。アモンさん嬉しいこと言ってくれるじゃないっすか。俺は肉が食いてえな。おいロノ、ステーキとか頼むわ。あ、ステーキいいっすね。ボスキさん肉ばっか食べてません。野菜も食わないと体に悪いっすよ。あ、好きなもの食って体に悪いはずねえだろ。はあ、ボスキ、お前は相変わらずそんな子供っぽいことを。やっぱそうですよね、ボスキさんちょっと赤ちゃんのとこありますよね。誰が子供だ。わかります。そういうハウレスも魚は全然食べないけどね。あ、そうなの、魚嫌いなの。フェネス、え、マジ、え、ハウレスさん好き嫌いがあるんですか。え、めっちゃ意外なんですけど。少し意外だね。好き嫌いぐらい誰でもあるよ。いやそうなんだけど、誰でもあるんだけど、特にハウレスさんって全部食ってそうじゃん。意外だな。別に食べようと思えば食べられますよ。ただ絶対あまり好きではないだけで。絶対食べてないじゃん。おいフェネス、主様の前で余計なことを言うな。結構この人好き嫌い激しいっていうか、まあ苦手なもんも多いしな。ごめんごめん。よし、帰ったら気合い入れて料理すっか。主様、食べたいものがあったら何でも言ってくださいね。私的には口がもうキノコのシチューになってるんですけど。この天才料理人ロロが何だって作ってみせますよ。あ、本当ですか。
無理はしないようにね。体大丈夫、あ、そうだよね。体大丈夫だろ。ボコボコじゃなかった。心配しなくてももう平気ですよ。あ、マジ？ほら、この通りピンピンして。え、本当に？あ、痛いんじゃん。え、全然今日ウーバーイーツでもいいよ。出前感の感じ。本当に大丈夫ですか？危ない。お料理はルカスさんに見てもらった後にした方がいいですね。そうさせてもらいます。あ、そうだバスティン、もちろんお前は料理手伝えよ。働かざる者食うべからずだからな。飯のためなら仕方ない。いや、とか言って、私ちょっと今回この二人見ときたいな、飯の準備。え、ちょっとなんかドキドキしながらやってんだろうな。見てたい。なんだか以前のバスティンさんに戻ったみたいですね。あ、よかったね、本当によかった。少しホッとして、いや、マジでよかった。まあね、ずっとそこ最近気になってはいたからな。それでは、主様。はい、帰りの馬車をご用意しますので、しばらくお待ちください。ありがとうございます。あ、どうしたんですか、ムーちゃん。あ、あれを見てください。え、何あれと。おい、あれは。え、何バサバサ。え、嘘、なぜ今今じゃないな。お前今じゃないな、バカだなこいつ。君が女なんで来たの。でも最悪なんですけど、マジ空気読めねえよなあいつ。そう、ちょっと一回切ろうと思ったんで、はい次回ってしようと思ったんですけど、なんか今回のこの悪魔羊編が、この最後の37話天使の変化で終わりみたいなので、ちょっと長くなってもいいからここまで読んでいこうかな。第37話、天使の変化。天使か。うわぁ、タイミング最悪っすね。マジでそれ。せっかく帰ろうとしてたっても。ほんと、もうせっかくカットして終わろうとしてたのに。しかも結構な数嫌がる。あ、そうなの。本当に最近の天使どもはどうしちまったんだ。ボスケ、まだ戦えるか。あ、誰に物言ってんだよ。戦えるに決まってんだろ。主様、俺らの力の解放を。え、そんな一日に何回もしていいもんなの。む、ま、え、無理、え、無理だけはしないでね、マジで。特にボスキさん、今回めっちゃ解放すんやん。大丈夫ですか本当に。こんな乱発していいのかな。来たれ闇の盟友よ、我は汝を召喚する。ここに悪魔との契約によりボスキとハウレスの力を解放せよ。あ、二人分とかいけるんだこれ。ボスキさん、暴れすぎには注意っすからね。なあ、分かってるよ。俺も戦う。あ、マジ。バスティン、お前はまだ安静にしていた方が。俺だけ指を加えて見ているわけにはいかない。それに俺はこの命をかけて主様を守ると心に誓った。なら俺も戦うぜ。助けられてばかりじゃ我慢なんねえからな。ロノ、お前まで。遅れるなよロノ。お前の方こそ大振りすんなよこのキツネ野郎。あ、なんかちゃんとなんか協力してる感じあるなこの二人。主様、力の解放を頼む。え、じゃあ先に言ってよ。さっきやったぜ。さっきやったのに先に言えよお前。二人で力、二人ちゃんと力合わせろよ、ちゃんと。じゃないと解放しないからな。ずっと開いてんやん、これも。これ付箋つけとかなきゃ、もうよく開いちゃうから最近。来たれ闇の盟友よ、我は汝を召喚する。ここに悪魔との契約により、バスティンとロノの力を解放せよ。いや、もう先に言って。よし、行くぜ。いや、でもよかったね。すぐに片付けるぞ。死になさい、命のために。でもなんか大量発生してんだよな最近天使が。バスティンの剣が天使の体を貫き、天使は強い光を放ち、跡形もなく消えた。次が来る。ああ、お前は右のやつを頼む。おいバースティン、また大振りの癖が出てるぞ。すまない。あ、でもちゃんと言うことを聞いてる偉い。なんすかあの二人。
いつもと動きが違うっすよ。あの二人がお互いの動きに合わせてフォローし合うように戦っている。あ、でもまた強くなるんじゃないですか。じゃああいつらいつの間にこんな連携を。こりゃ俺たちの出る幕はないな。え、せっかく解放したんだからやるだけやっとけよ。嘘嘘だろ。そう、じゃあ何のために解放したの。キツネやろ。本気を出したらロノがついてこられなくなるが、いいのか。言ってくれるじゃねえ。上等だ。俺をなめんなよバスティン。死になさい、命のために。まあでもなんかいいな、この二人が協力し合ってるのめっちゃ嬉しいわ今。それだけでもね、あの辛い時間を耐えただけあるっていうか。マジで心が病みそうだったから今回。2人でほとんどの天使を倒しちゃったっすね。あのバブちゃん、ボスケさん何してんだよ。すごいよ2人とも。まさかお前ら2人が協力することでこんなに強くなるとはな。お前たちいい連携だったぞ。いや、まあ疲れただろうな。なんとかバスティンが俺に追いついたってかもしれねえか。一言多いぞお前。俺がバスティンに合わせてやったおかげかな。そうだな。勘違いするな。俺はまだ本気の 10% も出していない。俺がロノに合わせてやったんだ。嘘つけ。絶対お前本気だっただろ。俺は嘘がつけるような器用な性格じゃない。カッコつけようとして見栄を張ってんじゃねえよ。なんだと。お前ら、いいんじゃないですか。全然この喧嘩悪いだと思いますよ。最近の気まずいムードに比べたらね。あらら、またいつもの二人に戻ったっすね。でもよかったねハレス、二人が協力し合うことができて。あ、まだまだ荒削りだがな、この二人の連携がうまくいけば天使狩りももっと楽になるはずだ。そうだね、今回の件で一歩前進ってところかな。あ、いやー、一時はどうなるかと思いましたが、雨降って地固まるでしたね。いや、もうそんな言葉してて偉いムーさん。一件落着だ。仲直りしてよかった。いや、マジでよかったな本当に。それでは主様、今度こそ屋敷へ戻りましょう。僕も疲れました。早くベッドで寝たいです。おやおや、どれどれ、もう全部倒されちゃったの。これ天使なの。私の知ってる天使とだいぶ違うわ。あれ誰、うわ、誰ですか。あれ誰ですか。なんだてめえ。なんだてめえ、やんのかてめえ。初対面の相手にそういう口の聞き方はいかがなものかな。育ちを疑っちゃうね、まったく。いや、マジ育ち疑うな、ボスキシ。こいつ空を飛んでいるぞ。しかもこの光は、これ天使なんすか。なんか天使っていうか、なんですか。こいつが天使。いやいや、天使があんな風に喋るわけないじゃないですか。私いつもの天使より全然ちょっと年いってたぜ。そうだぜ、こんな天使見たことねえ。だとすればこいつは一体。何何、みんな驚いた顔して。珍しいものでも見た。あなたは一体何者なのですか。私、それはどう見ても天使でしょう。ロノ君、どう見ても、いや、まあ羽はついてるけど、でもなんか違う、いつもと違う。こんなエンディングロールあんの。ああ、じゃあ今回でエピソード1になるのかな。これなんていうの、わ、何、急にすげえちゃんとエンディングロールある。めっちゃ面白かったな、まあ、エピソード1結構いろんなショーやってきたけど、
まあ、それぞれの執事とかもね本当に個性豊かで面白かったし、最後の最後、特にねこのロノとバスティンはめちゃくちゃかっこよかったな、本当好きになったな今回のショーで。いやそれにしても、でもねまだ謎はたくさんあるかなって正直思ってる。まあ、さっきの天使の剣もそうですけど、エンディングすごすぎて聞いちゃうな。天使の剣もそうでしょ。でまだ私各国のなんていうの、舞台というか東雲もいたじゃん、あいつがどうなったのかも。だってどっちかっていうと嘘をつかれた感じあったもんね彼も。うん、なんかだし、おいおい、なんかあの子って執事としてこっち来そうな気するんだよな、東雲夕飯っていうキャラ。担当執事変えるときにあの子も選択はできるからね、後々こうこっちに味方ついてきてくれる気はするんですけど、まあそれも次回に期待なのかな。だし今回はね本当に、まあ東雲の剣もそうだし、あとたくさん謎残ってるじゃないですか。まだまだアモンが泣いてた理由も分かってないし、ムーさんがね急になんかとんでもないキャラクターになったこともあったし、あとラトね、ラトの情緒不安定もまだ残ってるし、ちょっとまだ続きやっていかない限りは分かんないかな。面白かったな、クマシツと黒い猫。こんな言い方するとねエンディングかなと思っちゃうけど、今回ねエピソード1終わったってだけなので、まだ全然次ね続けていこうと思うので、また次回からもぜひよろしくお願いします。いやマジでさ、キャラクターがね私結構好きな子多いの今回。最初それこそさ担当執事選んでくださいって言われた時にめっちゃ迷ったよ。いやどうでもいいしって思ったけど、もうバカでした。もうだってもうみんなが良すぎる、マジで。見れば見るほどこうみんなのこと好きになっていってしまうというかね。もう今回でかかったのはバスティンとロノかな、やっぱりこう好きだなと思えたのは。今後それこそ新しいエピソード、それぞれ一人一人それこそ絶望をね過去を持ってると思うから、悪魔執事っていうの、悪魔と契約したってことは多分そういうことだと思うから、その辺をモクスンと一緒にね見て、できる限りこうモクスンが主として支えていけるっていうそのストーリーを見ていきたいかなと思います。いやみんなの中でもねこう推しの羊とか好きになった羊っていうのがねいてくれると嬉しいです。私結構隠れてさ、いろいろこうサブストーリーとかイベントストーリーとかも見てたりするのよ。それもねめちゃくちゃ面白いから、まあこっちの実況本編ではやることはないと思うんですけど、ぜひ皆さんもアプリでねインストールできるので、スマホでもできるのでよかったらやってみてください。この東雲夕飯っていうキャラクターのさ、私声めちゃくちゃ好きだったんだよね何気に。いい声してんなと思ったんだけど、今度声優さん調べとこうかな。でもこれすごいな、作り込みが激しいな。このエンディング流れるとか思ってなかったからさ。スタジオわさびさんありがとうございました。次回からもねたくさん楽しまさせていただきます。皆さんもよかったら次も見てください。ありがとうございました。悪魔羊と黒い猫。